アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンのワシントンストリートのエイブリンストリートとウエストストリートの間に位置する劇場。1932年、1700席の映画館として開業した。トーキーを上映するボストン発の映画館の一つであった。当時のオーナーであったパラマウント映画から名付けられた。1976年に閉鎖し、1980年代、 石綿除去のためアールデコの内装はほとんど取り壊された。1984年、ボストンランドマーク委員会により、ボストンランドマークに認定された。2002年、ミレニアムパートナーズは隣接するザリッツ・カールトンの建設に、ボストン市の同意を得る代わりとして、パラマウントシアターのファサード、マーキー垂直の看板の改修に同意した。 ボストン市は時々この看板の照明をつけていた。ボストン市はケンブリッジを拠点とするアメリカンリパートリーシアターにより開発されることを望んでいたが叶なわなかった。2005年4月、エマーソン大学はパラマウントシアターの改築及び内外での舞台芸術施設の建設計画を発表した。7700万ドルをかけ建物及び隣接する区画を550席の劇場。 学生寮の舞台芸術学部センター、125席のブラックボックスシアター、170席の映写室、700平方フィートから1900平方フィートのリハーサル室発出、個人から小規模グループの練習室、映画制作の授業のためのサウンドステージ、舞台装置制作所、教室、レストラン、教授や従業員の事務所などを含む複合施設に改築した。 地元のエルクス・マンフレディ・アーキテクツが設計した。アセンテック社が都心の狭い区画での音響、歴史的建物の騒音を含む音響関連の監修を行った。2008年秋、改築が終了した。2010年3月18日、エマーソン大学はトーマス・メニーの市長と共にグランドオープニングの祝典を行った。2010年9月からプロの演目も上演している。 シネマトレジャーズパラマウントシアターアクセストマーチ4 2010ボストングローブエマーソンツーテイクオンパラマウントシアタープロジェクトエープリル13 2005アクセストマーチ4 2010ありがとうございます